小川ただし2月26日から2017年8月21日は、日本の銀行家、元オクラ官僚、元オクラ事務次官、横浜銀行取締役会長、ジップは裁判官の小川善吉、義父は元参議院議員の三次重信の部、1940年2月26日東京生まれ、新宿区立、牛込中市小学校、 東京教育大学附属中学校、東京都立と山高等学校を経て、1962年、東京大学法学部、第二類を卒業。大倉賞入賞。振り出しは、銀行局。吉田太郎一金融制度調査官付事務官。1974年、竹下昇大倉大臣秘書官。1980年、主計局主計関係法規化。 1984年、梅沢節尾主税局長の下で主税局税制二課長、竹下内閣で、首相秘書官。1990年6月29日大臣、官房審議官。1991年6月11日大臣、官房総務審議官。同年10月4日、大臣官房審議官見解系センター所長。1992年6月26日。 証券局長。証券スキャンダルとして交換にぎわせた野村証券などの損失補填問題を処理するため、審議官からの着任だったが、それまでの幾度の難局対処能力や実績を買われ、安田博士、尾崎守の新旧時間が協議の上での就任だった。1993年6月25日、酒税局長。1995年国税庁長官。 1996年1月大倉事務次官。篠沢京介の任期途中での辞任を受けて、大倉事務次官に就任。1997年7月大官、2000年6月日本タバコ産業顧問。2001年6月日本タバコ産業代表取締役会長。2005年6月横浜銀行東取、2007年6月全国地方銀行協会会長。 2011年6月横浜銀行会長。2017年8月21日死去。77歳坊津。主税局税制二課長時代に、自民税庁の山中貞則顧問らに、物品税課税問題で押し切られ敗北したことから、物品税の時代遅れを悟り、売上税へ政策比重をシフトする。後1987年の税制一課長時代に、 売上税構想が持ち上がる。以後、水野勝る税局長の抜擢で、主税局総務課長など主税畑のエースとして歩み、中曽根政権時代には、水野勝尾崎守主税局担当審議官、薄井信明税制二課長らとともに、売上税法案作成にあたり、国会工作に働いたが、野党と世論の反対により導入断念。その後、 大臣官房文書課長などを歴任。総務審議官時代には、佐藤健、坂田正宏らの参事官らと、鈴木英治信業革新会長らをときつけ、日本版 SEC である、証券取引等監視委員会を完全独立の形ではなく、大倉省の下で発足させることになった。父、小川善吉、ありがとうございます。